どうも、えー、今日は暑い中ようこそおいでいおでたただきました、えー、本当にテレ東の深夜の小さな番組が、えー、こんな華や晴やかな場に、えーまあ、10年12年経ってこんな場にいるとはちょっと想像もしませんでしたけれども、えー、今日は訳あって私あの井の頭五郎の、えー、お決まりのスーツに黒髪ではございませんので。 えー、白髪で操る人間としてちょっと今日はいろいろと、えー、お話をしたい、えー、なかなか、えー、これまでの時間が長かったもんですから、ぶちまけて帰りたいと思ってますんで、よろししくお願いいたします <music> まあ本当に、あのーまあ、10年っていうか、シーズン10っていうものが、まあ、本当に、えー、大きな節目なんだろうなっていうふうに思ってはいたんですね、やっぱり。 いろんなお客さんが増えてアジアでも認知されてまあでもこれからどうするっていうタイミングがあってまあ本当にあの最初立ち上げの時のプロデューサーももうあの偉くなられて上の方に行かれて現場に来ないしえっとその後ついたプロデューサーも例によってネットフリックスにどっか行っちゃうし <laughs> その後のプロデューサーも結局やめるとか僕に人望がないのかそもそもね予算的な問題があるのかわからないんですけどもどんどんやっぱもうあのスタッフがいなくなっちゃってやっぱりちょっともうあの次から次にあのシーズン重ねてくださいって言われても確かにこれでも人材を1回立て直さなきゃいけないなっていうのが本当に2年ぐらい前に。 課題とししててありましてじゃあもうこの際もう大風呂敷を広げて映画化っていうのはどうかなっていう、まあ、それがまあきっかけで、えー、今回の話に至るわけなんですけどもまずこの今回の映画への思いお聞かせいただいてよろしいでしょうか先ほど申し上げましたようにそのやっぱりその節目としてこのままシーズン111って続けていくには。 ちょっとスタッフがもうあの成長がまだ間に合わないっていう部分もいろんな方面でありまして本当に小さなユニットで作ってる番組なんですけれどもやっぱりお店の方も実際にいらっしゃいますしあの生もの食べ物を扱ってるんで本当に神経を使わないとやっぱりできないあの作品なんですねだからそういうものをやっぱりこうみんなで作り上げていく上で。 まああのこのまま続けていくよりも大きな風呂敷を広げた方がいいっていうことでまあ映画だなと思って映画だなと思ってじゃあどういう監督にお願いしたらいいのかなっていうのがまずあってそれで本当にまあこれはもう風呂敷広げたついでだからということであのかつて「シェイキング・東京という作品で一回だけあの 出演させていただいたんですけどもあの韓国のポンジュノ監督が韓国でもこの番組すごく人気があるしポンジュノさんがこの「孤独のグルメ」を料理したら面白いんじゃないかなっていうので、えー、ポンジュノさんにじゃあ手紙書くわって言って書いてで渡してもらって、えー、まあでも残念ながらあのスケジュールの都合で、えー、ちょっとこれは無理だ。でも 本当に心から完成を楽しみにしてるよっていう返信をいただきまして返信楽しみえねあの完成楽しみにされてもさてどうしようと思ってそれであの日本の監督さんでまあいろんな方も頭に浮かんだんですけれども逆にその日本の映画のシステムの中でそのテレ東の深夜番組を作ってるスタッフが。 飲み込まれてしまうんじゃないかっていうのもちょっと危惧がありましてだったらもう一層僕が統括としてあのまあ演者も一人でやってるしまあその全員体を束ねていく上でもまあ一応頭について監督という形でえやったらどうかなっていうことがまずその今回の試みの始まりでした。それは一昨年の 夏から秋にかけての出来事だったと思う覚えてます結構な決断だったような気もしますがまあ結構なっていうか本当にあのまあ一番僕が頭に立って多分全体がやりやすくなればそれでいいかなと思ったんですねでえっとまあこの番組自体がその食べ物が主役な番組なもんですから。 映画というやっぱ長尺に耐えるだけのものにするにはやっぱりどうしたらいいかということをやっぱり考えなきゃいけなくてそこはやっぱりちゃんとストーリーを組み立てて映画として面白いものにするっていうことがない限りやっぱり劇場に足を運んでもらうことはできないと思いましてそこからとにかく話をとにかくシノプシスというかそのあらすじをどういうふうに組み立てていくかっていうことに集中してえーまあそれで。 つどつとあのー、ちょうどシーズン10という,う撮影の最中だったんで、えー、そので若いスタッフに確認を取りながらそれでこういう本に、ね、行こうと思っているんだけどどうだろうということを、えーまあ、照らし合わせながら、えー、進んんででいったっていう感じなんですけど、はい、あの今出た話にも少しつながるかもしれませんけれども今回は。 映映画画でではなく劇映画といいいうワードがついているんですけどこれ非常に気になるんですがあの実は名付けたのは松井さんというふうにお伺いしてるんですけどもこの「劇映画」というところはどういう意味があるんでしょう、あのー、いわゆる「劇場版」っていうタイトルを付けやすいんですけどもなんかそれにちょっと抵抗があるなっていうかまあこれ自体ももともと久住さんとねあの原作があって、あのー、漫画が原作で。 それと全然違う形で、まあ、あの絵と僕の見た目も違いますしそれであのテレビドラマが始まってじゃあテレビドラマの延長線上として劇場版として映画があるのかといったらそうじゃないっていうある意味覚悟があったんでやっぱり劇映画として物語としてちゃんと成立させたいっていうことが一番だったんですけども。 でもまあ劇いい映画っていうまあそれいろいろねテレ東の方も心配されたんでしょうねあのシナリオは誰か他の方に書いてもらった方がいいんじゃないかということでねあの乃木明子さんに松木がどうしてもあのシナリオを書いてほしいって頼んでいるとかっていうそういうことをあの勝手に先にね <laughs> あのテレ東の方がや,やられてしまいましてねちょっと待ってくれと。ええ、乃木さん電話して、ええ ちょっとあのごめんなさいあのフライングでそちらに情報行ってたみたいですけどもち,ょっとあのちゃんと本考えるからって言って大丈夫にできるよねって言ってもしあの大変だったらいつでも言ってって言われたんで野木さんのバックアップがあるなと思いながらそれででココツコツと書いてたんですけどもいや本当に知らないことばかりこうね最初の会見でもいろいろお話しくださってるんですけどもさあその中でですねやっぱもう1つ気になるのはこの劇映画内容ですけれどもどんな内容になってるんでしょうか。 あのまあ、本当にここまで喉元まで出てる内容がいっぱいあるんですけれどもあのここまであの会見も待って言えずにいた部分と、えー、言えない部分がまだあるんですけれどもでもやっぱ物語として一番大事なのは、えー、やっぱりラブストーリーは絶対入れたいなと思ったんです。自分がラブストーリーリの えセンターに立つんじゃなくてラブストーリーっていうものはやっぱり主軸にしたいなっていうのとあと大冒険ものにしたいなっていうのがあって、えー、冒険とあのラブストーリーがあってそれとやっぱりその僕らの仕事っていうのは今の社会を映す鏡じゃないかなと思うんで、えー、やっぱりその今っていうものを今の日本からえ何かをえこう照らし出すみたいな。 そういう内容っていうのは絶対に劇映画として反映させたいっていう思いで、えー、話は作りました何かこう結構いろんな要素がこう混ざってる感じなんですかねはいもう一緒で一度だけだと思ったんで <laughs> あのやれることは全部盛り込もうと、えー、欲張りましたですから「孤独のグルメ」という柱があってその柱をこう枝葉のように取り巻くようにいろんなものがこうくっついてるんですね。 まあ、とにかく、まあ、ありがたいことに「孤独のグルメ」というのはその井の頭五郎っていうキャラクター自体も、まあ、ある程度10年以上やってきたおかげであ,の、まあ、ある程度の社会的な認知もあるし、えっとまあ、その人はそういう人だろうっていう前提で見ていただけるなとだとするとせ、まあ、っかく劇場に来たんだったらあの井の頭五郎がとんでもないことになっちゃったぞっていう話が。 やっぱり分かかかりやすく面白いいなっっててうのがあたたんで、はい、そこにかけてみました撮影の中で役者として主演として監督として脚本家として印象に残ったこととかってありますか、あのー、孤独のグルメっていう番組をご覧になったことは分かると思うんですけどもあの僕井の頭五郎が腹が減ったって言ってポン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 って絵が引いていくあの印象的な毎回あるあのカットがあるんですけどやっぱりそこで大風呂敷を。 広げたいということでどこでやったら一番映えるかなとエッフェル塔だろうとそれをプロデューサーのフルゴーリくんに言ったら「無理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 ですよ無理ですよ今の海外無理ですよ」っていうことなんですけども何とかしてくれたんですよそれで何とかしてくれたんでねやっぱり本当に最高の天気の中で。 エッフェルトをバックに孤独カットというものを取れたっていうそれが本当にクランクインだったんで非常に幸先のいいスタートを切れましてえまあそこからもうとにかくフランスだなフランスから始まるんだなっていう物語っていうのがそこがあのまあいろんなものそこに冒険と恋が入ってればもう劇映画として言うことないんじゃないかなと思いますけど。 いや今、パリっていうとねもうすぐパリオリンピックですけどもなんとオリンピックが終わった後にその孤独のグルメの劇映画としてもまたパリが注目を集めることになるんですね、これ。ユーロ高かったですね <laughs> <laughs> さあそしてもう1つ解禁になりました10月4日から放送開始のドラマ24それぞれの孤独のグルメについてお伺いしてまいりたいと思います。 松茂さん、今回のドラマの方にも企画から関わられているというふうにもお聞きしておりますけれども、どんなふうに考えて企画をされたんでしょうかまずはあの来年の1月に公開する映画っていうのが、僕の想定よりもだいぶ先に延ばしになったもんですから、実はその間に、今年2024年にレギュラーシーズンやってくれないかっていう話があったんですよ。 でレギュラーシーズンを10月期にやってそこから年末年始、えー、正月明けでやるというただ僕の感覚から言ってもこれ十何年やってるシーズンで年末年始にあれほど再放送やって家でゴロゴロしてここまで見たのに1月10日に劇場に行くかっていうのが僕の頭の中に非常にあったんですねもう家で見たからいいだろうってなると一番困るなと。だから まあそうじゃないものでやりたいっていうのとあ,のあと一つやっぱりこの映画にやっぱり僕もあの本当にある意味ここで集約というか一回やっぱりそのこれだけやったっていうことをやっぱりちゃんとこう成果を見届けたいなと思いまして。 ただ本当にあのもうこれで映画もあのお客さんが入らずにもうこけたらこれはもう僕としてももう次に井の頭五郎をやることはもう無理だなっていうふうに正直思いますんであのそうなった時にでもですねあのこういう食べ物のドラマというのはいろんな各局でもあの増えてると聞きますただ本当にあのやっぱり食べるっていうことはえー まあ本当に本能に関わってくることですし、えー、無理をすする部分ってていうのは絶対出てきますで演者が無理するっていうことだってあるしある意味僕があの今までやったまあ中で「松重は全部食べてるらしいよ」とか「うん、おかわりするらしいよ」とかっていうのはあのー、本当にそういうやっぱり噂はやっぱり流れてしまうし。 でもあんまりもし今後こういうことをやるこういうグルメドラマとかをやる人が苦しいような世の中になると僕の本意ではないんでできればそうじゃない形ででもドラマ作れるこういうドラマ作れるっていうことも僕が現場にいながらえっと確認していきたいなと思いましてでそれぞれの孤独のグルメという形で前からやろうとは思ってたんですけども。 井の頭五郎だけじゃなくていろんな職業のいろんな年齢のいろんな性別の方が、えー、仕事で何かこう孤独感の中から、えー、ちょっと何、えー、か辛い思いがあったりいろんなことを考えてお腹が空いたって言って店を探しておいしいもの食べてああ楽しかったって。 うん、美味しかったさあ頑張ろうっていうそういうものをいろんな職種の方に焦点を当ててやってみるとは面白いんじゃないかとじゃあそこに井の頭五郎はどうするのかと思ったら、まあ、出落ちのようにしてあのそこにいるということで井の頭五郎もその店で食べてるんだなっていうのをそういうコンテンツをちょっとあのやりたいっていうのがあったんでそれを10月にやるのはどうだろうということ。うん えーまあ、これもテレ東さんと長いことをね、いろいろとあの打ち合わせで却下されながら、えー、なんとか通してもらったんで、えー、ここまでの経緯も結構大変だったんですけども、あのー、よりチャレンジングにいていただきたいと思いますけれども、ただ、あのー、本当に、あのー、それぞれの孤独のグルメということで、今、絶賛、いろんな方に本,本,本作りから全部あの関わってまして、それで、あのー、とにかく、えー、っと今、キャスティングの最中で。えーはい キャスティングのオファーを来た人で、まだ返事してない人はぜひ、早く、あの、返事してくださいねと、この場を借りて言いたいと思います。<laughs> ありがとうございます。ちなみに、確認ですけども、井の頭五郎はドラマには出てくるんですよね。これ出るって言っちゃっていいんだよね。<laughs> 出,ま出,ま出ます、出ます、出ます。あの、ちゃんと、僕はあの現場にも、あの井の頭の格好してあ、あの、あの、モニター横にいますし。えっと、あの、食べますよ。えー、なぜか、二人で食べてるけども、その、別に言葉を交わすわけじゃなく。 えーまあ、それぞれの孤独っていうタイトルなんでそれぞれの孤独のグルメというタイトルなんでそれぞれの,あのポジションで食べてるっていうことだと思います、はい、本当に、あのー、映画として面白いものにしたっていうことはもう僕はあのー、責任を持って言えますで本当にもうこの映画はつまんないよって言われたらもうごめんなさい僕はもう、えー、この この,あの <laughs> 映画とかテレビの世界にもういる資格はないなと思うしかないと思いますしやっぱりそ,のそれだけのものをスタッフが一丸となって作ってて作くれましただから本当にあの自信を持ってお届けしますので、えー、ぜひ1月10日に向けて、えー、いろんな方に、えー、宣伝を含めてご協力いただきたいと思いますので、えー、これから半年よろしくお願いいたします。自 <music> はい OK です。